じゃん。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をしていただいて、お待ちいただいてた方々にはお待たせをいたしました。自宅前で撮影するのもなんなんで、テスト走行も兼ねて少し走りに行きたいと思います。約3週間ぐらいエンジンをかけず乗っていない状態だったので、エンジンもすんなりかかるかどうか気になるところです。今回ベアリングの打ち替えだったり、初めての作業がほとんどだったので、すごく時間がかかりましたが、こうやってやっと装着することができました。むちゃむちゃかっこいいです。乗れない間にナンバーの変更も行きましたし、さらに愛着が湧きました。ほんとかっこいいです。で、今から軽く走りに行くんですけども、トー横のブーツも買いました。で、今着てるつなぎ、これは DIY とかで愛用しているオートバイのつなぎです。で、トリヘルにこちらも長年愛用しているアルマーニのサングラス、これをかけてテスト走行に行きたいと思います。走行動画の方は後日撮影しまして、たっぷりとご覧いただこうと思います。まずエンジンが久しぶりにかかるかどうかかけてみたいと思います。黒いままだと目立つので、こちらの金色のペンを使って塗りたいと思います。少し色濃いですが、黒いままよりマシ、全然マシかと思います。これで前後左右塗っていきます。この筒の部分はディスタンスカラーといって、ずれていることもあるので修正をしてから装着してくださいということでしたので、傷をつけないようにこの割り箸を使ってやってみたいと思います。動きすぎました。すぐずれてしまうんで難しいです。ほぼほぼまっすぐになったんじゃないでしょうか。では次にこのホイールダンパーをつけていきたいと思います。一応装着完了しました。ちゃんと入ってるんじゃないかなと思います。次にこのオイルシールセットに入っていたこのオーリングをはめていきます。
後でしっかり止めることにします。それではリアを外していきます。まずはリアのブレーキロッド、これを外します。次はこれを外します。このチェーンアジャストボルトを外していきます。こちらの上についているボルト、これを外します。まずピンを抜いてで緩めます。ではアクセルシャフトを抜きます。チェーンカバーを外します。黒でめっちゃ汚いです。ダンパーゴムもひび割れてボロボロになってます。これこのまま使おうと思ってたんですが、ちょっとこれじゃあ使いたくないですね。これは新品を購入してあるんで、新しいのに交換します。さあ、これは専用の工具がないんでどう取るかですね。思ってたのはラジペンでここ交差して、これでメガネをかましてギュッと無理やり回そうと思ってたんですけど、微妙に届かないんですよね。これでいけるかどうか試してみたいと思います。余ってる部材でリテーナーのレンチっていうんですかね、それを作ってみようと思います。これに穴を開けて、このボルト、これを通して、で回すっていうのを作ってみようと思います。うまくできるかわからないですけども、やってみます。今作業したこの場所はですね、このようにベランダの
下なんですけども、ここをタイルデッキにしまして、ガラス張りの部屋にします。そして暑い日でも寒い日でも、暗くなっても CB の整備の撮影ができるように、スタジオといったら大げさなんですけども、冷暖房完備で一つの部屋にして、かつ、最初の方の動画に上げてたんですけど、このこちらの DIY で作ったプール、これをこう、こっちリビングなんですけど、ガラス張りでプールをバックに CB を置いて眺めるようにもできるっていうのを今工事始めたところです。こちらの方も DIY でやってまして、撮影していってますので、ゆくゆくは YouTube にアップします。ボルトを取り付けまして、寸法が合うことも確認しました。これで回せるかどうかなんですが、どうもこのポンチが結構くせ者みたいで、前回の闇屋キャストホイール装着前編フロントで、コメントをいただいたんですけども、いつもコメントくださってる方が、リテーナーを外すのにすごく苦労したという、その時の状況をコメントでくださってます。で、このリテーナーも4箇所ポンチしてあるんですけども、うまく外せれるかどうかやってみたいと思います。ボルトがちょっと長いんで短く切った方がいいかもしれないですけども、回るかな。やっぱりこの棒がアルミなんで曲がってしまってダメですね。無理っぽいっポンチ跡のせいで、なんかめっちゃ削れるんすよ。ネジ山がダメになってしまうかもしれないです。ここがめっちゃ削れるんすよ。よいしょ。完全にネジ山終わりそうですね。これはもう使えないですね。ネジ山が見事にボロボロになりました。この中の方はネジ山無事みたいです。はい、ということで撮影ポイントにやってまいりました。どうでしょうか。乗ってくる時もすごく軽快に走れました。タイヤの影響が大きいと思うんですけども、すごくひらひら感があって乗りやすかったです。走行動画の方は改めて
たっぷりとお送りしたいと思いますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。撮影を開始する前に CB を磨いてきたんで、体がすごくポカポカしてて暑かったんで、走るとすごい気持ちよかったです。ちなみにアミルーズは姿を今まであまり出してないんですけども、ちょっと今回見ていただこうかなと思います。こんな感じです。中に着ている緑の服はナイキのトレーナーなんですけど、アミルーズのイメージカラーとぴったりだったんで即買いしました。マイナスドライバーでこじたので中にいっぱい傷をつけてしまいました。温めるとベアリングが抜けやすいと聞いたので熱湯につけてみたいと思います。ネットでいろいろ調べてると、このアンカーを使ったベアリングの外し方の記事が結構出てきたので、それを真似してやってみたいと思います。で、近所のホームセンターで一番大きいアンカーを買ってきました。160円ぐらいでした。まずはここを叩いてアンカーを固定します。広がってちょうど真ん中に固定することができました。そしてこちら側から叩くと抜けるそうです。外れました。結局この木で上から叩くと簡単に抜くことができました。わざわざアンカーは買う必要なかったです。はい、ドライヤーで熱々になるまで温めました。で、新たに購入したベアリングがこちらになります。
モノタロウで600円ぐらいでした。で、こちらの方は逆に冷蔵庫の方で冷やしておきました。で、ベアリングもいろいろ種類があって、ゴムのシールの方がいいとか、いろいろ記事があったんですけども、ちょっとよくわからないんで、両側金属にしてみました。これを入れていきます。専用の道具がないので、これを使って上から叩きたいと思います。で、これもネットの記事ではあまりこの外したベアリングで叩かない方がいいとか、いろいろ書いてあるんですけども、これをやってる方もいらっしゃるみたいなんで、これで今回はやります。これで隙間なく奥まで入ったんじゃないでしょうか。難関をクリアしたので、あとは装着していくのみです。外したついでにノーマルのホイールと闇屋のホイールの重さを比較してみたいと思います。まずはノーマルからいきます。タイヤの種類が違いますが、重さは1キロぐらい、闇やキャストホイールの方が重かったです。新品のボルトにします。新品のオイルシールです。叩いてやっと入りました。通常はこの中にグリスを入れないといけないと思うんですけども、シールドタイプのベアリングを入れたので、このままなしの状態で行ってみます。ここのラバーの部分が硬くて入りにくいんで、ビードクリームを塗ってみたいと思います。よいしょ、えい、よいしょ、よいしょ、よっ、よいしょ、えい、えい、あ、やっと入りました。と思ったら中にカラーを入れるのを忘れてしまいました。
よいしょ。ヤスリでネジ山を修復したせいか、割とすんなり入ってくれました。ここがね、なんかこんなんなっちゃってるんですよ。多分普通は回らないですよね。浮いてる感じがするんですけども、大丈夫かな？いけるんか？いけるか。で、こちらも軽く磨いたんですけども、ピッカピカに磨きすぎると、車両自体そんな綺麗でもないんで合わないと思ったんで、ほどほどにしておきました。チェーンアジャストボルト、ナットセットを闇屋さんで新品購入しました。
はい、今回の闇夜キャストホイール装着後編リア、いかがだったでしょうか。3月にノーマル状態からスタートし、ついにここまで変化することができました。これからもまだまだ進化していきますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。この撮影をしている12月9日現在、499人の方にチャンネル登録をしていただいてます。あと1人で500人になろうとしています。本当に感謝しかありません。改めてお礼を申し上げます。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。アミルズでした。